中川勝は日本の政治家、山形県米沢市長、元山形県議会議員、元米沢市議会議員、山形県米沢市出身、山形県立米沢商業高等学校卒業、1983年4月の米沢市議会議員選挙で初当選、1997年3月には市議会議長に就任した。 五期二十年勤めた後、2003年4月の山形県議会議員選挙に自由民主党公認で出馬し初当選。2015年11月22日に行われた米沢市長選挙に産業振興会社の設立と国からの副市長調整を公約に掲げて出馬。現職の安倍三十郎との接戦を制し、初当選した。勝因として、 2013年に新文化複合施設を建設中に巨大な地下山存物が見つかり撤去に巨額の費用を要したことや市の財政収支が2014年度決算で3年連続実質赤字となったことなど現職にとって追い目となる要素が多かったことが指摘される12月22日市長就任選挙の結果は以下の通り当日有権者数 68,447人、最終投票率 58.、58.74%2019 年11月25日投開票の同選挙に自民党、公明党の推薦を受けて立候補し、元衆議院議員の近藤洋介を24票差で下し再選。当日有権者数、67,378人、最終投票率 60.、60.57%。 ありがとうございます。